はい、こんにちは、みゆです。今日はですね、私の偏見について募集したんですけど、2年前に多分私の偏見募集してると思うんですけど、結構好評やって、で、昨日なんか募集して、昨日も一緒に松潤さんの撮影やったんですけど、なんかずっと笑っとって、早く言いたい、早く言いたいとか言って、なんかいろいろ私への偏見が来てたと思うんで、それが真実なのかどうかお答えしていきたいと思います。偏見なのか、事実なのかっていうことですよね。まあそこでね、もしミュージさんが嘘ついたりしたら僕が訂正して。何嘘って嘘つけへんやん。これは事実ですっていうのはもう言って、行くんでね、うん、じゃあ行きますね。気に入ってない子にはあえて敬語使いそう。あーあー、それはある。確かに慣れてきたらタメ語なんですけど、めっちゃ年下でも敬語を使うかな。確かに、うんうんうん、なんかそれは分かるっすね。気に入ってない子にはあえて敬語使いそうですよ。でもあえて、まあまあ、あえてなんかな。あえてでしょうね、でも。なんかさ、私がタメ口でさ、めっちゃなんか寄り添う感じで言ってもさ、めっちゃ厚かましいおばさん、厚かましい先輩とかいるじゃないですか。なんか先輩風吹かしてくるみたいな。別にそんな尊敬もしてないのに、やたら上から言ってくる先輩みたいな。私それになりたくないんで。あ、なるほどね。だから嫌なんですよね、あんまりなんかこう、偉そうに。気に入ってない子にはあえて敬語使うとか、そういうわけではないんですよ。あえてではないけど、敬語は使う。あんま知らん人には敬語使えますけどね。ああ、なるほどね。ブスの人は人権ないって思ってそう。そんなことない、別に。そんなことないですか。別に、どっちでもいい。うん、パートナーの顔一番最初入り口とか顔気にするけど、別にミス知らん人がブスであろうがブスでなかろうが、どっちでもいいよな。靴下一回履いたら捨ててそう。してへん。意外にそんなんはしなくて、普通に靴下はユニクロのんとかも置いてますよ。別にそんな、なんかみんなと一緒。旅行先で歩かされるの嫌そう。え、旅行先ってどこの何の海外とかじゃないですか。え、別に。いや、これはある。これは。え、歩かされるのです。歩く距離によるよ。歩かされる距離による。こないだ、ミエさん、車で5分歩いたら10分なんですけど、歩きますって言ったら、うん、絶対無理とか言ってたんで。うん、いや、だから歩かんでいいんやったら歩きたくない。10分とかは歩きすぎって思うんですよね。旅行で、その景色も楽しんで歩くんやったらいいけど、そのこの辺を10分歩くとかやったら嫌。あ、なるほどなるほど。うん。その歩くのにも楽しいやん、旅行やったら。場所と人による。旅行先はいいってことですね。まあまあ別に、そんなに遠くなかったら。学生時代恋愛してないから、あんな浮かれてたっぽい。どういうことですか、浮かれてたっぽいって。え、だから多分、カズマさんと付き合った当初とか結婚する前とか。浮かれてた？とかは、そう見えてたんじゃないですか。ちょっと恋愛で優先になってるというか、恋愛してるみたいな。それが学生時代恋愛してないから、あんな浮かれてたっぽい。え、学生時代は恋愛してない。してたね。中学校の時はほんまに全然恋愛しなくて、もう陸上だけみたいな感じあって、高校の時は、高1の時に違う学校の野球部と付き合ってた。高校の時恋愛してるけど、どの目線で、まあ、人が見たら浮かれてんのかな、ミユって。だっていきなりずっとね、キャバ嬢でやってきた SNS しか見てない人は、いきなりね、カズマさんが出てきて。浮かれてるように見えるってこと？浮かれてるってか、まあ仲いいんやな、みたいな。そもそも浮かれてるって何なんて感じやねんけど。浮ついてるってこと？浮ついて、そっちに足ついてない。みたいな。そんなつもりはないけど、まあ、浮かれてるっちゃ浮かれてるのかな、分からん。まあ、学生時代は恋愛してたってことですね。恋愛はしてた。はい。1円はお金と思ってなさそう。お金と思ってないことはないけど、1円って使うときなくないですか。私なんかちょっと細かく出すの嫌なんですよね。小銭が嫌で、小銭ケースみたいな、2人で小銭集めるとこがあるんですけど、そこに全部入れちゃってて。そう、なんか、お金と思ってないことないけど、使わん、あんまり。1円は使わない。うん、使わへん。なるほど。ブランド牛以外の肉って、人が食べて害ないんですかって言ってそう。それはないな。それはない。別に私、スシローでもいけるし、はいはい、サイゼとかでもいけるし、はいはいはい、王将とか吉野家とか、すき家とかでもいけるし、はいはい、そんなん全くない。高いものがいいっていうわけではない、全然。確かにね、そこは食はほんまに興味ないから、それはないかも。旦那さんの脱いだパジャマの匂い嗅いでそう。嗅がへん。あ、それは嗅がないです。一緒におるときは嗅ぐけど。着てる時に近くで匂い嗅ぎたいとかあるやん、はい、それはあるけど、はい、抜け殻はない。なるほど、抜け殻って、うん、パジャマ着てたやつとかはない。性格が良くても、ブサイクだと友達にならなさそう、うん、そんなことないよ。それはない、それはない。友達に顔の偏差値とか求めへんし、人の話をちゃんと聞けなさそう。聞かれへん、マジで。いや、ほんまにね、昨日もなんか言ってましたよね。私あんま話聞けないんですよね、はい、いや、なんか自分の興味ある話とかやったら聞くんですけど、自分の興味ない話、はい、昨日もスターウォーズ見てて、はい、ずっとカズマくんに説明されてたんですけど、全然入ってこうへんくて、はい、なんか話聞いてないのって言われて。でも分かるっすよ、ミエさんが聞いてないなって。
わかる？聞いてないなって時は、僕も途中で喋るのやめて、そっから無言なんで、あ、ほんま聞いてなかったんやと思う。私聞いてない時どんな感じなんですか？聞く時って絶対人の目見るんですよ。うん。みゆさんって人の目見ないと話入ってこない。あ、入ってこない、確かに。そう、片手間にとか。なんか、一個のことをしとったら無理なんですよね。そうですよね。うん。昨日料理しとったよ、だって。あ、そうです。だから、料理してるのに、みゆさんからのボールは来るんですよ。返して。質問はするけど。受け取ってくるみたいな。それはあるかも。気に入らない女に陰湿ないじめしてそう。どんな陰湿って。物を隠したりとか。ない、絶対ない。絶対ない。嫌いな女は関われへん。私ね、結構いじめたりとかないんですよね。嫌いやから関われへん。いじめたくもないです。もう関わりたくないみたいな、無関係がいいみたいなタイプなんで、いじめるとかは絶対ない。松潤のこと裏で悪口言うてそう。言わないです。本人に言う嫌なこと。嫌なことっていうか本人に言う。結構言いますけどね、私。まあまあ、そうですよね。そんな思ってることないけど、うん、その時に思ったことはその時に言う。ヒカルさんのこと嫌いそう。嫌いじゃない？嫌いそう？全然嫌いじゃないんで、好きやねんけど。好きな方なんじゃない？好きな方っていうか、めっちゃ話が合う。あんなに噛み合う人、珍しい私と、トークのあれが、盛り上がる人が。まあ確かに。それあんまおらんから。そうね。そう。ほんまはメンタルバリ弱そう。弱いんかな。あ、メンタル弱いで言ったら、そのカズマくんとか自分の家族とか、まあ親友とか自分の大切な人にその人たちのことになったらメンタル弱いかもしれへん。ただ他人に言われてもマジで何も思わへんから。自分のことやったら。自分のこと言われたらね。だからメンタル左右されることがない、他人に。まあ確かにそんなメンタル弱いから。これもそこ多かったですね。メンタル弱そう。本番はメンタル弱そう。うん、前も言われたと思う。ね、前も言われてます。うん。誰かにバレないんやったらインスタのフォローを外したいなと思ってる人が35人中何人かはいそう。まあ外してもいいのはあるけど。外したいのではないですか。え、なんかね、ほんまにフォローしたい人だけやったらもっと少ないです。あ、はい、これはそうです。はいはい、だけどなんかいちいち外す必要もないなっていうのもあるじゃないですか。うんうん、まあまあありますよね。ほんまの好きしかいらないやったら、はい、私多分めっちゃ少ないんですよ、ガチで。裏手やったらフォローせえへん。うんうんうん、なるほどなるほど。って感じかな。わかりました。これ以上ちょっと広げるやんだ。はいはい。自分はのろけるのに人ののろけ話は聞いてられなさそう。友達？はい。いや、それは全然いける。でもみゆきさんは結構僕のことを聞いてきますもんね。聞きたい、ね、仲いい人の情報は聞きたい。そうそう、結構これはちゃうな。私なんか興味ある人ってか、自分の周りにおる人は結構興味あるんですよ。な、はい、何してたとか聞きますよ、私結構。めっちゃ結構聞いてくるっすね。聞いてくる。興味あるかないかなんで、はい、近い人には気になる、はい、なんかこう、はいはい、私生活とか、うんうんうん、もし男の子のママになったとしたら、うん、息子の彼女の人選めちゃくちゃ厳しそう。あの子はダメとか言ってそう。ダメは言わへんけど、まあ結構までは何も言わへんと思う、はいはい、ただ結婚相手ってなったらちゃんと見て、はい、私も見極めますよね。あ、言うんすね。で違うと思ったら言うと思う、うん、結婚相手には、はい、なんかそれ前の彼女ってまあ高校生とかから付き合ってさ結婚するパターン珍しいじゃないですか、はい、そこまでの間はほっとく。結婚するって紹介してきた相手がもしなんかちょっとミユが違うなって思ったら、はい、やめとけとは言わへんけど、はい、言う。あ、こういうとこは違うと思うよ。え、なんか例えば挨拶せえへんとかさ、はい、あるやん、はい、やめとけって思うレベルって結構やばいじゃないですか。まあ確かにね。そういうレベルやったら言う、はいはい、男の子のママになっても女の子のママになっても言う。あ、なるほど、うん、別に男の子やからとかじゃなくて普通に言う。詰め替え製品買わなそう。常にボトルタイプのものとか。ああ、でもそれはカズマくんと出会う前まではそうやった。だけどカズマくんに、え、それ詰め替えじゃないともったいないでって言われてからはない、はい、好きな人にはめちゃくちゃ尽くすけど嫌いな人やったら目の前で死にかけててもスルーしそう。死にかけててどんなレベルですか？ほんまに緊張したら死ぬ。あ、それは呼ぶよ。あ、それは呼ぶんですか？めっちゃ嫌いする。あ、嫌いな人。そうです、嫌いな人です。めっちゃ嫌いで。あ、それは無視する。死にかけてても無視する。どうでもいい。知らん人やったら呼ぶ。嫌いな人やったら呼べへん。誰でもそうじゃん。え、ちょっと迷いません？全く迷わへん。躊躇しないですか？でも全くせえへん。想像してみてください。めっちゃ嫌いな相手を思い浮かべてください。思い浮かべた。で、もうほんまにもう血まみれで死にかけてて、うん、一刻を争う時代みたいな。する。嫌いやったらね。知らん人にはそんなことしないですよ。気にならんと言いながらムカついたコメント何回も読み返してそう。読み返せへん。
ムカついたなというコメントは、最近は面白いなと思って見てる。なんか一番最初はムカついてたんですよ、はいはい、そういうなんかアンチ、はいはい、っていうなんか自分に言ってくるコメントとかも、はいはい、最近は半笑いで見てる。なんでかって言ったら、こいつなんでミエのこと嫌いやのにこんななんか詳しく見てんやろとか、はい、最後まで動画見てんやろとか、なんやろこいつらと思って見てるから、ムカつくとかないかも。最初はムカついてたけど今はない。街中でカズマくんを見る女に舌打ちして殺すって、うん、そう、または足かけて怪我させてそう。ないって。別に見てくれたらいいし。そう、なんか私たち結婚してるってこう出してるから、うん、見たところで見てくれって感じ。見られてムカつくとかない。現役時代は通帳をめちゃくちゃ眺めてそう。今も眺めてるで、全然眺めてるでっていうか普通にチェックする。 あ、なるほど。毎月入ってきたやつニヤニヤしてるんですね。ニヤニヤというか、これはずっと貯めとこうみたいな金額あるじゃないですか、はいはい、だからそれをあの下回らんとこうとは思ってるから、なんかでっかい出費があったとしても、はいはい、それは気にしてる。なるほど。カラオケのお箱、西野カナ。西野カナ、いろいろ歌う。西野カナ、倖田來未、あゆとか。カラオケ上手いですもんね。でもカラオケ嫌い。え、嫌いなんすか。なんかあんまり好きじゃない。そうね、現役時代にお客さんにいっぱい歌わされすぎて、はい、なんかその VIP とかで歌ってみたいな、はいはい、そういうのはいいんですよ、はい、ただプライベートでカラオケ行こうとか絶対なれへん。夜の営みの時に、うん、みゆこんなんで満足できへん、下手くそすぎるって素直に言ってそう。言わへん。下手な人とかもおったけど今まで、言わへん。もうせえへんだっけ。付き合ってたパターンがあるから、ちょっと違うなって思っても付き合ってたら我慢しなあかん部分あるやん、はい、そういう時は、まあ、しゃあないなと思って、はい、この人はこの程度のこれしか無理なんやと思って、別にその人に対してセックスに対しては期待を高めてなかったというか、はいはい、他で補ってたっていう、その性格とかさ、いろいろあるやん、はい、言わへんな、みゆ。意外にそれはプライド傷つけるやん。服屋で服の悪口めっちゃ言ってそう。え、どういうことどういうこと、これダサとかこれダサいとか言ってるでしょ、それ言うかも。あ、それは言うかも。言うでも、店員さんの聞こえるとこで言わへん。え、それ言わないですか、聞こえるとこで。聞こえるようには言わへんよ、別に。聞こえるように、え、これめっちゃ出さないみたいな。とか言う。現役時代、席についてるとき、トークで周りを巻き込むの上手すぎて、他の女の子ついていけなさそう。うん、別についてこんでいい。その他の女の子のこと気にしてへんかった、それは事実。なるほど。うん、別に私は自分の来たお客さんとその連れてきたお客さんのこの席を盛り上げることだけに集中したから、はいはい、置いてきぼりになろうが、はいはい、目の前が私のお客さんやから、はい、気にしなかった。そこはスーパーで手前取りせず賞味期限切れるの遅い奥のやつから選んでそう。うん、正解。昨日もそうでしたよね。賞味期限が一番遅いやつ選ぶ、それは正解。めっちゃ奥の方から、うん、なんか卵卵や卵の方から取ってた。うん、正解。それ正解ですね。ドン臭い店員さんに切れてそう。切れへんけど、あ、言わんかも。でもさ、ヤバすぎたら言うけど、はいはい、イラッとしても基本言わないです。もう会うことないし、いいわって思ってか。昔鬼貧乏。貧乏？お金に困ったことはないけど、今みたいな生活はできてへんかった。ガールズバーの時とか、キャバクラの時とか、今ぐらいの生活基準ではなかったから、でもお金、やばい、困る、金欠とか思ったことはない、生きてて。街中で声かけれるの本当はめちゃくちゃ嫌そう。嫌じゃないけど、ほんまに時と場合で、私の家族、ママとか妹とか、私の家族とおるときはやめてほしい。うんうん、はい。と、私が子供生まれて子供とおるとき、はい、以外は全然 OK。まあ、撮影中とかでもね、撮影中も、撮影中はむしろ声かけてほしい。撮影中に声かけられることが結構多いですもんね。撮影中すいませんって言われるけど、むしろ撮影中の方がいい。うん、松潤さんとおるときが一番いい。あ、まあそうですね。うん、全然それ以外は全く OK。 嬉しいですよ。いつも自分が一番って思ってそう。これも多かった。一番ってどういう一番、何において。自分が一番主義。自分が一番主義、そうかな。結構それ修正していったつもりやねんけど、まだ確かにその根の部分はあるかも。現役の時よりは結婚したから、はい、抑えようっていうか修正されていってるつもりやけど、はい、もしかしたら根本はそう思ってるかもしれん、はいはい、自分では直してるつもりでも直しきれてない部分あるじゃないですか、はいはい、直しきれてない部分あるかもしれん、もしかしたら。キャバ嬢とかの集まりの YouTube 撮りながら、やっぱ断トツ自分が一番可愛いのを自覚してそう。で、自覚してるっていうかね、自分のタイプの女の子って思う子がキャバ嬢やったらしかいないんで、はいはいはい、あんまりそれ以
外はめっちゃこの子可愛いとか思ったことないんですよね。嫌味とかじゃなくて、はいはい、だから自分よりというかは可愛いとかあんま思わへん。あ、なるほど。だからみんなから見たら可愛いやろなは分かりますよ。私のタイプじゃない、はい、からキャバ嬢の集まりどうのこうのっていうよりかはみんなキャバ嬢に対してあんま別に可愛いとか思わないです。分かります。それは変な意味じゃなくてね。はいはい。乳輪小さそう、乳輪小さそうとか長そうとかでしょ、はい、前も言われたんですよ。私マジでこれ、はい、前の偏見でも来てるんですよ。乳首が来てましたよね。乳首がなんちゃらみたいな。マジでめっちゃ綺麗なんですよこれ。多分これ前の動画でも言ってるけど、カズマくんも言ってた、はい、もうダントツ綺麗って言ってた。あ、そうなんですか。うん、あ、なんかマネキンみたいなんですよ私。なるほど、ね、自分でここまで言うんで、はい、あれなんですけど、私顔に自信あるよりかは、うん、体の方が、体のスタイルとかじゃなくて乳の綺麗さと、だからカズマくんにピンクになる手術とかやってるみたいなとか言われたぐらい綺麗なんですよ。だから私顔よりそっちの方が自信あるんですよ。肌の綺麗さ、体のとかはほんまに綺麗、自分でも思う。みゆさんってそんな結構あんま自分のことそんな風にあんま言えへんから、それはほんまないなって、うん、そう。キャバクラに行こうとかカスやと思ってそう。カスではないけど、自分のお金で好んでキャバクラ行こうってことは付き合いたくない。だから自分のパートナーは好んでキャバクラ行くやつは無理。松潤のことを、うん、こじき、かっこ物乞いと思ってそう。ね、物乞い？え、思ってない。思ってないですね、よかった、うん、常識とモラルが皆無ないよな。モラルはあると思う、常識はないです。どうなんですか。常識はないです。これも多いんですよね、ほんま。実は松潤のこと嫌いそう。マジで嫌いじゃない。好きそうも多い。好きそう、好き、好きそうも多い。好き好き。最初から嫌いとか思ったことない、まず、はい、まあ別に僕嫌われるようなことしない。そうそう、嫌われるようなこともせえへんし、なんか仕事に関しても仕事できるし、なんか別にえって思うとこがない。子供好きって言って好感度上げようとしてそう。待って、ガチで子供好きやねんけど。嫌いそう？いや、好きそうやと思う。めっちゃ好きやで、ほんまに。好きそうやと思う。わからん、そのなんか、知らん人の子供も可愛いと思うけど、やっぱ友達の子供とか、松井さんの子供とかもめっちゃ可愛かったし、知ってる人の子供が男性可愛すぎる。知らん人の子供も可愛いけどな、子供は好きな方やと思います。人の気持ちを考えられない天才。振り切りすぎてて逆に嫌われないやつだと思います。でも、相手の気持ちを理解できひんはめっちゃそう。ね、そうっす。めっちゃ当たってる。自分がこの考えやから、私は結構思っちゃうのは、自分がこの考えやから相手も同じ考えやろって思っちゃうんですよ。私が今こう思ってるから、勝手に組み込んでしまうから、自分の中で。そこが結構私のマジで悪い癖で、違う意見あるじゃないですか、人それぞれいろんな性格あるから。やけどみんな見ると一緒のマインドやろって思っちゃうんですよ。わかる。それはあるから、ガチでそれは当たってる。人の気持ちを考えられへん。だからそれを考えれるように、今カズマくんに4年間ずっとこう注意されてきて、これはみんな見ると一緒じゃないから、ちゃんと説明してくれて、全員自分と同じと思ってあかんって、子供にしつけるように、まあそっか、うん、そうやなって言って、今しつけられちゅうやから、しつけられちゅうやから、だんだんミュとは違うもんなって思えるようになってきた感じ。グミばっか食べてそう。食べる。最近正解。え、ほんま忍者飯にハマってて、今もグミめっちゃ食べたいなって思ってた。忍者飯どこに置いてるんですか今。そこ昨日も仕入れてましたもんね。うん、めっちゃ好きや。外見は満点、無敵、中身は世間知らず、客観視できず、裸の王様状態、常識もなさそう。普通ではない。確かに自分でもそれはもう、なんでこんなこと知らんのってことが多すぎるから。客観視できず、裸の王様状態は誰、人によるんじゃないですか。誰か、僕結構言う方なんで、みゆさんに、うん、言ってくれる人はとはめっちゃ合う。だからその相性が、私がいいのはカズマくんとかマッツジュンさんとか、私に結構注意してくれる、怒ってくれたり言ってくれたり、間違えたこととかめっちゃ相性いい。けどイエスマンおるやん、もうミユがなんかもうわけわからんこと言ってるのに、ミユさんの言う通りです、そうですみたいな感じで全部を肯定してくるやつとはガチで合わへん。なんでかって言ったら、ミユがなんかガチでそれが普通だと思ってて注意してくれへんから、強要してるみたいに見えるし、ミユがこの考えやからそれで言ってたら、ミユもそれで、あ、やっぱそうやなって思っていくやん、イエスマンすぎたら。で注意してくれへんから、何でも肯定されて、肯定してる人がかわいそうってなる、はい、ミユちゃんいじめてるみたいな、はいはい、だけど松潤さんみたいに逆に失礼なことしまくるじゃないですか。しまくってるやつ。ほんなら松潤さんがなんか戦いに行ってくれてるじゃないですか。そんなつもりじゃない、僕そんなつもりじゃないんですけど、その戦いに行ってミユさんのパンチを受け止めにみたいな、そんなつもりないんですけど、僕自身で勝負してるんですけど。戦いに行ってると思った。勝負ってどういうこと。だから僕自身がこれだから、戦いに行ってるとかじゃないですから。戦いに行ってるとかじゃない。
ないけど、なんかわかります？なんか私よりやばいことしてくれるじゃないですか、松潤さんって。まあ、なんか、私を超える人ってあんまなかなかいないんですよ。はいはい、私はそういう松潤さんが好きなんですけど、わけわからん、なんかラーメン2個食ったり、人といる。それ私は結構好きなタイプなんですけど、なんかそういうのって結構叩かれる要素じゃないですか。だって私の家で、勝手にラーメン2個目食ってるって叩かれるやん。昨日叩かれましたよ。DM 来ました。叩かれるの。自分で帰るのか。だから、そういうことをしてくれる人が私合うんですよね。なぜかというと、私がやばいから。私を超えてくれるんです、松潤さんって。だから、その、標的が松潤さんになる。それを、あえてやってたらめっちゃ優しいなっていう。あえてやってないっすから。誰が、そんな、あえて戦いに行ってるんですか。ミエの代わりに。だから、それを守ってくれたらめっちゃ優しいなと思うんですけど、そういうことです。多分、数年、数年やってるから、そこがいいんですよ。なんか、撮影中とかも、うん、なんかお互い結構言い合うんすよね。うん。ここ、こうした方がいいとか。うん、そうそう。でも、変えていきましょうっていう感じ。うん、そうですね。うん。だからまあ、何の変化やったっけ忘れて。質問箱でファンのみんなにいろいろ聞きすぎ、少しは自分で調べて。変化じゃないけど、悪口。シンプル悪口。なんで聞いたらあかんの？だから旅行のあれでしょはい。聞いたりとか。え、みんなに聞くのが一番いいもん。そうですよね。そう、例えばさ、新しいとこ行って、で、それで YouTube で共有するみたいな。はいはいはい。その、なんか聞いて、いいところは、ここはあんまりやった、ここはいいっていうのを、多分バリとかシンガポールとかやってると思うんですけど、それでみんなに共有するっていう。みんなに教えてもらった情報で、その情報がほんまにいいのか悪いのかっていう YouTube で多分届けると思うんですけど。いや、聞くの。みゆさんが何も聞いてなくても、みゆさんのファンの方は結構こう、おせっかいで、もっといろいろみゆさんに教えてあげてほしいですね。こういうとこ。いいと思いますよとか、こういう化粧品いいですよとか。教えてほしい。で、こういうのあると思いますとか、うん、その、ほんま全て、フック、うん、教えてほしい。とかも。あ、流行りに結構、鈍感なんで、マジで。教えてほしい。ただ、なんか、お母さんみたいな人たまにいるんですよ、DM で。はい、松潤さんに注意されるのはいいけど、お前はちゃうみたいなやつおるじゃないですか。はい、一番鬱陶しいアンチっていいですか、はい、ズバッと死ねとか言われるよりも、はい、私は、私を、褒めたたえてるようでけなしてディスってるやつ。ミユさんめっちゃ好きなんですけど、こうこうこういうことは失礼やと思います。人としてこうこうこうでみたいな。でも私はミユさんが好きで、みたいな。直してほしいからこれを言ってるだけでこうこうこうで、みたいな。一番鬱陶しい。それが。お前絶対ミユのこと好きちゃうやんけっていう。わかる？わかる。やけど一応ファンのふりするみたいな。それよく、インフルエンサーでよく言ってますよね。ファンに見せかけた。ファンに見せかけたアンチが一番マジで鬱陶しい。保険かけるアンチ。そう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 。で、暴言の方がいい。それやったらホスラブめちゃくちゃ見てそう見てない。あれこそこう左右されるなんって思ったんで、はいはい、全く見てないです、そっから。エゴサーチとかもあんませえへんかも。僕はめっちゃするんで、エゴサーエゴサーなーさんの、ね、僕がなんか見といた方がいいですか。私のこと書いてたら言ってくださいよ。なんかこれヤバみたいなやつあったら。いや、僕結構あるっすけどね。何その、あ、これ開示スパイしたいなっていうやつ。え、どんな例えば人格否定とか。え、人格否定されてた。てか開示請求して YouTube 撮ります。はい、まあこれも開示やなっていう Twitter とか、うん、こうする僕掲示板とか見るんですけど、うん、あ、これ開示できるなみたいなめっちゃあるんですけど、ミユさんにこれ書いてるんですけどどうしますかっていうの嫌なんですよ。ミユさんがその気にしてもないんやったら。気にしてない、全く気にしてない。てかその身についてない今んとこ。え、でも私は決めてるんですけど、子供ができて、はい、子供映さへんつもりやけど、はい、もう映さざるを得へん状況だけやん、はいはいはい、隠し通そうとは思ってるけど、うん、子供のためにも。やけどその時にもしなんか子供のこと言われたら、私はマジでそれこそエゴサーチですね。でもガチで見つけに行く。で、お金取りたいじゃない、苦しめたい。金じゃない苦しみを味わしたいから、はいはい、もう開示請求祭りなんですね。ってぐらいなるから出したくないんですよ。なんかわかります。私に責任あるやん、出す方にも。出すから言われるんやんって言って、それまでやん。結構自分のこと言われるより、カズマくんの悪口とか結構書かれた方がイラッとするんですよね。そういうのって感じかな。はい。カーマと意見が割れた時はカーマのことが好きすぎて全部カーマの意見に合わせてそう。合わせてるっていうよりかは、意見が割れる時っていうのは大体カズマくんの方が正しいから、好きやから合わせてるとかはない。ああ、私も納得して、明らかにミユの意見よりカズマくんの方が正しいから、いつも、うん、こうそれが正しいから合わせてるってだけで、カズマくんのことが好きやから間違ってると思うけど合わせはない。なるほど。うん。あなたのものはミユのもの、ミユのものはミユのもの、ジャイアン気質。そう、めっちゃ言われるカズマくんにジャイアンやんって言われる。ジャイアンめっちゃ言われる。なんかミユのもんはカーマのもんやしみたいな。まあ、それよりかはカーマのもんは全部ミユのもんやもんなって言うんすか。って言うんですよ。それは当たり言ってる結構。カズマくんの地元の女友達嫌いそう。え、めっちゃ好き。あ、そうなんすか。めっちゃ好き。それは間違ってる。あの、カズマくんのなんか地元のファミリーみたいな、うん、
感じの集まりがあって、それが男5人の女2みたいな、うん、中学校の地元メンバーみたいな感じの7人の集まりがあるんですけど、で私もう結婚してから毎回その集まりに参加させてもらってるんです。その女の子2人がおって、めっちゃ仲いい。あ、そうなんですか。めっちゃ優しい。なんかもうガチの女友達って感じなんで、うん、しめっちゃお姉ちゃんみたいに優しくしてくれるからめっちゃ好きです。これちょっと最後いいですか。何、みゆさん切れるかもしれない。本当にめっちゃ性格が悪そう、あの方が憧れとか本当なんですか。ぶっちゃけ前目そう、あの人を好きって言ってることがなわけなくない。私がね、いろんな子を好きって言ってたら分かるんですよ。けど私ずっと一途にあの人しか好きじゃないって言ってると思うんですよね。多分現役の時からずっとそこぶれてないと思うんですけど、こんなに好き嫌い激しいのに好きって言ってる人が一人だけやのに、それでも売名とかなるの。しかも売名も何も、今別にさ何も SNS やってない方やねんからさ、売名もクソもなくない。まあそうですよね、うん、だってずっと言ってますからね、それは、うん、まあこういう人も偏見でいるっていうことですね。てかなんか私ね、基本人のことなんか好きとか可愛いとか言ってくる人って、どこどこのキャバ嬢も好き、ここの子も好きみたいな言ってる人が、私のことを好きって言われても信じられないんですよ。例えば、フォロー欄が私と誰々いっぱいキャバ嬢フォローしてる子からメッセージ来るより、ミユだけみたいな。キャバ嬢出たらミユだけフォローしてるっていう子から来た方が信じれるやん。ってな感じで、私はもうずっと一途にその人だけ好きって言ってるから。そこはブレてないです。うん。それ、前目も何もって感じなんだけど。それ間違いですって。うん、だいぶ間違いです、それ。以上となります。はい、こんな感じでね、私の偏見を読まさせてもらったんですけど、まあ、事実のこともありましたね。ありましたね、うん、事実のこともあったし、ガチで偏見やった部分もあったんで。似たような偏見を持ってる人がやっぱ多いなっていう印象。性格悪そうとか、そういう風にやっぱこう性格は悪いですよ、全然。その知らん人にはなんて攻撃してこうへん人にはそんなことないけど、ほんまに好きな人、私の周りにおる大切な人たちには性格いい方だと思うんですよ。腹黒くもないし、一途やし、あとは無縁で、ほんまに嫌いってなったら好きか無、好きか無やねんな。どうでもいいか好きか、嫌いがないかも、あんま。ほんま興味ないっていうだけですね。興味ないけど、なんか攻撃されたら嫌いになる。うん、この世で嫌いになってる人は3人ぐらい。3人いるんですね。3人。死にかけても、スルーする人が3人いるんですね。3人やな。はい。はい。ありがとうございます。はい、上田です。撮ってた。はい、入った。なあ、お腹すいた。でも食べんとこ、山岸やし。お腹すきましたよね。まだ次についたっすね。食べるラーメン。もう待ってますやん、僕がラーメン食べるの。ラーメン食べたい、食べたい、今日も食べたい。さすがに無理っすよ。さすがに無理っすよ。いらんの？今日はもうなしで。そうなの？ってな感じで、いかがでしたでしょうか。YouTube のコメントか、松潤さんの DM にこういう企画撮ってほしいみたいなやつがあったらコメントしてください。では、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。